チ君が最初のスタートですので、スタートボタン、その他の方タイマーにご注目ください。それでは始めます。3、2、1、スタート。さあラムさん、ラムさん5秒前、4、3、2、1、スタート。さあゾンさんが20秒前です。さあ決勝戦、さあゾンさんが3番手のスタート、10秒前。ゾンさんからジンパさんは18秒程度ですかね。ゾンさん5秒前、4、3、2、1、スタート。さあジンパチさん、ジンパチさんが最後の侵害スタート、ジンパチさん10秒前、ジンパチさん5、4、3、2、1、スタート。さあ4名スタートしました。まあそう、持ちタイムの上ではゾンさんとジンパチさんはほとんど一緒なんですけども、アドバンテージそしてハンデタイムでこのタイム差となっております。さあ最初にスタートしたヤシチ君が現在レベル90、2番手のラムさんが70、ちょっと倒している状況ですが、さあヤシチ君100通過、2番手のラムさんが80台、3番手のゾンさんが50台、ジンパチさんが30台に今入ったところですね。ラムさんちょっとこの紫はちょっと迷うところでしたけども、迷わずに落ちました。100通過。さあ序盤の迷いは結構タイムロスになってしまうので、まあ置けないとしても迷わず置くことは大事です。さあゾンさんがここで100を通過、3番手のまま。さあジンパチさんも綺麗な地形で積んでおります。ジンパチさんも決勝進出率がかなり高い、まあ、今回敗者復活を経てですが、ここ決勝進出をしっかり決めてきております。さあジンパチさんがここで100を通過、ゾンさんとのレベル差30です。ゾンさんからラムさんが20差程度、そしてラムさんからヤシチ君がだいたい30ですね、30、20、30ぐらいの差になっております。ヤシチ君が200通過。さあヤシチ君が、まあ、ちょっとここは、まあ、でも穴開いてる状況ですが、さあここデコボコになってるけど、うまい処理だ、これうまいですね。ここはあとしかし非常にミスしてしまいました。ラムさんが200を通過。さあここは、まあ、ちょっとしたロスなんですけども、まあ、これが後ろから追ってくるプレイヤーに対してちょっと、あ、まあ、今青は逆上がりで、そうですね、うまく整えたのは、まあ、見事だったと思います。さあゾンさんも200を通過している。ジンパチさん180台。さあヤシチ君は序盤に、さあここで250を超えてきて、落下スピード 1G になりました。さあこのぐらいのスピードになってくると、左右のこの高さだとだいぶ左右の可動域が狭くなってくるので結構つらい、復活がちょっとずつ難しくなってきます。おっとラムさん、ラムさんどうぞ、これ四角持っていける高さではないが、うまく開けるか。さあここ TG、 しばらく TG をしっかり入れてきました。見えてます。さあうまい、これはラムさん一気に復活、ピンチをチャンスに変える男。いやー見事な復活劇。さあしかしもう1本引いてきた。300をここで通過してきた。ラムさんここヒヤッとしましたが、いい復活でしたね。さあしかしゾンさんがここで300。さあちょっとゾンさんに差を詰められました。さあしかしもうここ完全にリセットされましたので、さあラムさんここから持っていけるか。いや決勝戦にふさわしく皆さん綺麗な地形で行っております。さあゾンさんがちょっと伝えてますけども、ここは大丈夫でしょう。さあここ完全にクリアにしてここを持っていける状況にしました。ゾンさん340台、ラムさん360台、まあ20差変わってないでしょうかね、あんまり。でジンパチさんが320台、ラムさん乗ってきましたね、いいですね。さあヤシ君が今400を通過。さあここでラムさんが400を通過と、ヤシチ君とのレベル差は10ちょっとですね。ヤシチ君がちょっと結構詰められてきました。さあゾンさんがここで400を通過。ち
ちょっとロスがありましたか。いやしかし地形は高いので、さあこの貯金を生かしたい。さあそれジンパシさん今400を通過。さあしんがりからある400の今一番スピードの落下スピードの速い 5G のところ、あれはさすがに棒は持っていけない。そう TGM シリーズ、 TGM やタップはマスターモード、実は400からちょっとスピードが落ちていくんですね。ここが結構肝だと思います。 5G から 4G、3G に落ちていくので結構地形高く積んでいかないと落下スピードで地味にタイム差がつくというところがありますね。さあここで、ラムさん、おっとヤシシ君とラムさんがほぼ同時に500に入ったでしょうか。さあこれで、さあラムさんがトップに追いついて6持ってきました。さあゾンさんも500を通過。さあ一気にトップ争いが激しくなってきた。さあゾンさんがここに加わってくる。さあヤシシ君も完全にクリアな地形、いやトップの3人は本当にクリアな地形になってます。これはレベルが高い。さあジンパチさんがここで500に入った。まあちょっとブロックの噛み合ってない感じだったら無理やりレベル、そうですね、消したという感じになってちょっと影響が心配ですが、まだ後半戦に入ったばっかり。さあどうなるでしょう。さあトップは現在、さあラムさんとヤシさんはほぼ横並びになってますね。でそれをゾンさんが追う展開。600、ヤシ君が600。さあラムさんはちょっとレベルを見てなかったか。さあレベルストップでちょっと差がついた。そしてゾンさんも600。さあこの、そうですね、僅差な戦いの時のレベルストップがあるかないか結構大きくなってきます。さあゾンさんもその上位2名にじわりじわりとさあ詰めていく。さあジンパさんが現在580台。さあここで地形を整えて、さあ追撃体制に、入ろうかというところで、なんと四角が3連続、まあ、しかしここは600を通過してきました。四角3連続は結構つらいですね。さあ現在トップは670台で3人並んでいる。さあゾーンさんがさあこのトップ争いに加わってきた。さあしかし左開けてる状況、右開いてないのでゾーンさんちょっとここはどうだ。さあヤシ君がここが700トップをキープ。さあそれゾーンさんが2番手後ろ、ラムさんも間髪いる3番手。さあゾーンさんは少しずつ地形を復活していく。ヤシ君も今完全にクリアな状況ではない。クリアなのはラムさん、ラムさんがクリアな状況。ここで巻き返しを図れるチャンス。さあゾーンさんを完全に復活してきました。さあゾーンさん、ゾーンさん来ました。さあ完全優勝に向けてここはトップを取れるのか。さあジンパスさんがここで700通過。さあ T 字をうまくスピンしてきて来るが、さあここはさあしかし棒を持っていけない。ちょっとジンパスさんは苦戦をしている。ここまでトップとの差もだいぶまだ560ぐらいありますから相当厳しい状況にはなってます。さあトップ争いはさあゾーンさんなのか。これはさあゾーンさんがここでトップに躍り出る。800通過、早い。もう完全にクリアな地形になってからのこのスピード。そして2番手ラムさん、そして3番手ヤシさん。さあここで順位が2位3位は入れ替わる、まあ、ほとんど差がない状況でしたけども。さあトップのゾーンさんが現在、2人に対して10ちょっとのリード。さあ他の両者食らいつけるのか。さあちょっとラムさんがプルッとしてしまったけども体勢には影響ない。オレンジを引いて地形を復活。さあヤシ君もだいぶ地形を整ってきました。ここの紫の高上がりもしっかり決めて、さあ現在850台。さあゾンさんのリードが少しずつ広がっている。現在880台。さあジンパシさんもなんとか800まで来てます。さあゾンさん、さあゾンさんここで900に突入。ラムさんとの差20。さあこれはこのまま決めてしまうか。さあちょっとヤシ君がちょっとトラブってるが、さあラムさんはここで900、そしてヤシ君も900。2位争いは熾烈だが、さあトップは少し、さあ貯金を作りにかかっている。現在940台。トップと2番手の差は30になった。30に開いた。
さあそしてゾンさんここも棒を引いて盤石な地形。さあこれはこのまま決まるか。いやこれは隙がない。さあここも青とオレンジしっかり、そう四角ではなくて青とオレンジで入れていくという、まあ、TGM ならではの整え方しっかり熟知している TGM を。さあ陣八さんが900に入ったところでここで GM ゾーンさん完全優勝達成。強い、強すぎる。いやー TGM ファースト GM 達成者ゾーンさんここは強さを見せつけた。そして2番手は CRC ラムさん。そして3番手ヤッシ君。さあちょっと今回は苦しんだ陣八さん、あーここもちょっと棒がトラブルをちょっとこれはこの決勝戦はちょっと疲れ出てしまったのか。まあ GM、まあ、でもそれでもここまで来てますから GM を取って4人全員 GM 揃うと、まあ揃うことになるでしょう。990からじゃあしっかり GM を決めてきました。決勝4名全員 GM。 さあしかし優勝したのはゾンさん、圧倒的な強さを見せてくれました。9分32秒自己